はい、フィリピン在住のダンです。ネットを使ったフィリピン移住を実現するために日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております。今日はですね、フィリピン人の女優についてですね、日本にいて有名な人は誰かとかですね、ハーフとかそういったことについて簡単にお伝えしたいと思うんですけども、3人まずお伝えしたいのが、フィリピン人女優っていうことで結構日本人にも知られてるなって思うのは、僕でも知ってるのは、もともと知ってたのはルビー・モレノですね。あとはサラ・ヘロニモとかですね、あとは、ナディン・ルストレとかですね、この辺りになりますかね。ルビー・モレノは結構年配の方、僕の40代以上の方が結構知ってるのかなと思いますけども、もう50代、ルビー・モレノも50代ということで、びっくりするんですけども結構日本でも人気があった女優さんですね。年代的に若い人は知らないと思うんですけども、シャリス・ペンペンコとかね、フィリピン人で女性のボーカルとして一時期有名になった人もいたりするんですけども、女優としてはルビー・モレノが有名かなと。あとサラ・ヘロニモはですね、トップ歌手ですね。現地でもトップ歌手でトップ女優でもあると。でナディン・ルストレも同じですね。やっぱり女優であり、歌手でもあるというマルチタレントの人ですね。あと、結構フィリピンにちょっと詳しくなってくると知られてるのはジュリア・モンテスとかですね、エンジェル・ロクタン、ロクシンとかですね、あとクリスティン・レイエスとか、そのあたりっていうのは結構の人っていうのは知られてるかなと思いますね。日本でですね、結構やっぱりフィリピン人って日本に多い外国人なので、当然ハーフが多くて、学校なんかも行くとね、フィリピン人ハーフ、ジャピーノとか、言いますけれども、ジャピーノの、ハーフがいたりとかするんですけども、芸能人にもやっぱりいて、例えば有名なところだと AKB の秋元沙耶香とかですね、あとメイクアップで有名なザワチンとかですね、この辺りの人は結構ハーフ、フィリピンハーフとしては有名かなというところですね。フィリピンハーフっていうと日本だと結構ね、なんかマナーがなかったり悪いとかですね、悪ぶってるとかですね、そういう人がたまにいるんですけども、もちろんみんなではなくて、やっぱり本当にその人の育ちというか、日本に来て甘やかされてしまうという傾向はあるんですけども、やっぱり家庭によって違うというところはありますよね。なのでハーフだからといって偏見を持たないようにされたらいいのかなと思います。あとはやっぱり半分フィリピンの文化がなので、結構ユニークな考えを持っている人がいたりとかするので、個人的には積極的にコミュニケーションを取られるといいのかなと思います。ということで、フィリピン人女優、ざっと有名な人をお伝えしたんですけども、最後にネットビジネスは投資で稼ぎながらですね、フィリピン移住をしたいあなたはぜひ、下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただければなと思います。場所と案内収入さえあれば移住は簡単ですので、本気で移住したいあなたはぜひ、お気軽にご相談いただければなと思います。ということで、いつもありがとうございます。